毎日の料理を楽しみにするクックパッドのポッドキャスト、僕らはみんな食べている。みなさんこんにちは、小竹貴子です。クックパッドのポッドキャスト、僕らはみんな食べている、食や料理に熱い思いを持つゲストをお迎えするトークプログラムです。早速ゲストをご紹介します。中華料理愛好家の首都さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。首都と申します。実はお会いするのは2回目でして、はい、先日料理レシピ本大賞の授賞式で、そうですね、お会いしたんですけど、豚の仮面をかぶっていて大変失礼いたしました。いえいえ、声がこもっちゃうんですよ、仮面をかぶって。そうです、ね、はい、あれやっぱ暑かったんですか。まあ、でもつけている時間長くなかったので大丈夫でしたが、思ったより人に声が伝わってないなっていうのを後で気づきました。はい、やっとその時にお会いして、今日ようやくお会いできたというところなんですが、まずは私から首都さんのプロフィールをご紹介したいなと思います。酒に徒歩のとと書いて首都さん。年齢は40代半ばという感じでいいんですかね。はいはい、大学1年生の夏に初めて訪れた中国で、ローカル中華料理の多彩さと美味しさに魅了されてから、およそ四半世紀中国各地の食べ歩きをライフワークとされています。お仕事は食とは無縁のサラリーマンということで、2000年代半ばから北京、広州、上海に通算10年駐在し、2019年に帰国。本場で知った中華料理のレシピをノートや各種 SNS で紹介する一方で、2023年マガジンハウスより出した初のレシピ本、手軽あっさり毎日食べたい新しい家中華は発売直後から話題となり、第11回料理レシピ本大賞にてプロの選んだレシピ賞と料理部門入賞のダブル受賞、今大注目の中華料理愛好家、それが首都さんになりますという感じでご紹介でいいですか。すごく恥ずかしい。私料理レシピ本大賞の審査員をやってるので、もう一人これは絶対受賞するって言って大騒ぎをしていましたので、プロの選んだレシピ賞になった時は、決まった時はもう一人こうガッツポーズ。ありがとうございます。まずはダブル受賞おめでとうございます。受賞聞いた時どう思われましたか。そうですね、なんか、はい、僕でいいのかなという困惑と、はい、まあ、あと授賞式でも言ったんですけど、盆、はい、と正月がいっぺんに来たような、はい、なんか喜びという単語が初めて頭の中に浮かびましたね。あ、本当ですか。一つの受賞ならともかく、はい、まあ、2つと、しかも、まあ、プロの選んだレシピ賞って、プロ一番プロから遠い人間がそういうのをもらっていいんだろうかっていう、まあ、そういう驚きと喜びが入り混じったような気持ちでした。俺選ばれるんじゃないかみたいな感じで思ってたんですけど、初めて出した本でそう思う人間あんまりいないと思いますよ。これだけ話題になってたので、はい、まだまだまあ、受賞されたこともあって売れていくんじゃないかなと思うんですけど、ご自身としてはなんでこんなに多くの方に愛されてると思われますかね。そうですね、なかなか書いた側からは難しいんですけど、うん、思うこととしては、まあ、要は手軽であったり、はい、まあ、身近な食材で作れたりとか、うんうん、まあ、野菜をたっぷり食べれたりとか、季節の食材を使えたりっていう、はい、まあ、今の日本で受け入れられやすい要素がもともと中国の家庭料理の中には存在していたと、うんうん、ただそれがあまりにも知られていなかったので、うんうん、そういうものがあるんだっていう驚きも相まって多くの人に、まあ、インパクトがある形になったのかなと思ってます。最初どのような形でお話しいただいた感じなんですか。そうですね、もともとインターネットのノート上でいろいろなレシピを発表していたこともあって、はい、まあ、そのつながりで本にしてみませんかというお話をいただいたと。はい、ノートでもものすごく人気があったコンテンツだったと思うんですけど、逆になんか2023年なんだっていうのは私の中であったんですけど、その前から何かこう話があって、ずっと出すのやめてたのかなと勝手に思ってたんですけど、まあ、お話自体はいただいたこともあったんですけど、はい、うんうん、まあ、私自身その本に時間を取れる、はい、条件っていうのが、まあ、なかなかなかったのと、うんうん、あとレシピがこうノートの方に溜まってきたタイミング で、はい、でしかもどれが比較的日本の人に受け入れられやすいのかっていうのが見えていって、うんうん、
来ていたタイミングで、まあ、この話をいただいたんで、はい、まあ、僕としても進めやすかったということですね。ノートにあるものから本にするときに何か変えたこととかあったんですか、ね。まあ、もちろん調整はするんですけど、はい、バッとある中で78品何を選ぼうかっていうときに、はい、まあ、それは結構明確に意識していて、はい、それこそさっき言ったような手軽であっさり、うんうんうん、本当にスーパーの食材で使えるようなものを基本にしようっていうのは思ってました、はい。これもうインターネット上の評判も明確にそうなんですよ。もう僕は変な料理も好きなんですけど、はい、すごい時間かかる料理とか、うん、変なもの取り寄せて作るのも好きなんですけど、はい、まあ、それは一部の人はすごい好きをしてくれるんですけど、はい、一般的に伸びるのはもう本当に簡単な、そうなんです。そこはやっぱり日々の料理として皆さん見る以上非常に分かりやすい。じゃあこの78品もその人気のあるものを選んだという感じですか。そうですね、はい、でやっぱり作っていただきやすいもの、うんうん、あと、まあ、僕自身が日常的に作ってるものっていうのがすごく多かったですね、はいはい。でも本当は時間がかかるやつも好きだけどっていうのは、それはじゃあこっそり隠してる感じですか。まだちょこっと入れてる。あ、ちょこっと入れてるんです。これ変なの 2,3 個だったらいいでしょうみたいな感じで。ちなみにどれですかね。例えばあの自家製ラー油とかね、はいはい、うん、あの食材全部揃えられる人はほぼいないと思うんですが、あれはわがままで入れさせてもらったとか、うんうん、あと最後の丸鶏をそのまま1時間煮込むとか、ね、はい、私作りました、まあ、はい、しかもね、クリスマスぐらいしか丸鶏ね買う人いないと思いますけど、うん、まあ、それもまあ、こういうのがあってもいいんじゃないですかっていう形で入れてもらいました、うんうんうん、そうなんですね。そういう見方だとまた面白い探求ができそうですけど、ではちょっとお話は変わりなんですけれども、はい、中華料理にハマるきっかけとなったのはいつになるんでしょうか。そうですね、もともと僕は中国の歴史に興味を持っていて、それはまあ昔三国志の漫画を読んだり人形劇を見たりって小学生の頃からが発端なんですけれども、はい、それでまあ大学で歴史を勉強しようと思って、まあ、大学1年生の夏に北京に行ったんですけれどもね、はい、でそこで現地の料理を当然どんな料理なんだろうと思って食べたら、はい、なんかもう想像してたよりなんかはるかに幅も広くて美味しくて、うんうん、なんか本当に稲妻が走ったような衝撃で、自分の中の歴史への興味がなんか料理への興味へすり替わるぐらいのインパクトがあったんですよ。じゃあ元々は歴史を学びに行ったのに食べた料理で結構感動、うんうん、何を召し上がったんですか。まあ、もちろんいろいろ食べた中でも印象的だったのが、はい、北京の水餃子なんですね、はい。でこれはいわゆる日本の皮の薄い餃子とは違って、うん、まあ、もっちりとした主食としての皮の厚さを持った水餃子なんですけど、はい、うんうん、この皮がつるりとして香りが良くてね、なんか非常に皮自体が美味しくて、うんうん、しかも中のあんのバリエーションもすごくてですね、はい、日本だったらもう 1,2 種類とかじゃないですか、はい、ひき肉だけとかね、そこがそうですそうです、うんうんうん、それがまあ肉自体も牛羊豚とかいろいろあって、うんうん、そこに掛け合わせる野菜ももう季節野菜が何個もあって、はい、要はこれを掛け算でこう合わせていくんで、うんうん、もう一つのお店だけでも何十種類っていうあんの種類があるんですよ。水餃子だけで、はい、水餃子だけ で、うんうんうん、でそういう世界を全く想定していなくて、うん、はい、しかもそれを黒酢だけで食べさせるみたいなこの硬派さもあってなんかかっこいいなと思ったのと、はいはい、で当時北京 の、 あの水餃子って一皿単位じゃなくて粉の重さ単位で注文する、はい、でそれはあんまり知らなかったので、はい、粉、まあ、1とか書いてあると、うんうん、1って頼むとそれね粉 500g なんですよ、ね、はい、500? そう、それ餃子にするからこんなになって友達と途方にくれたんですけど、はい、でもうまいから結構食えちゃったんですよ、いけちゃうんです、うまいなって言って、まあ、若いこともあってね、うんうん、でその時のが結構衝撃的だったっていうのが一つと、うんうん、まあ、知ってるはずの餃子がこんなに美味しいんだっていうのが一つの驚きで、はい、うんうんうん、もう一つは知らない料理がこんなにあるんだっていう驚きもあってですね、はい、周りの人が食べてるのを見てると、はい、まあ、日本の中華料理屋ではまず見ないようなね、知らない料理がいっぱい並んでるわけです、うんうんうん、で品書きを開くと、はい、これまたね4文字ぐらいの漢字がバーッと並んでて、はい、うんうん、まあ、ちょっと中国語を勉強したぐらいの人間じゃやっぱりさっぱりわからないわけです、はいはい、でそこでもうムクムクと湧き起こってくる好奇心っていうか、うん、これどういう意味なんだろうとかあれなんだろうって、はい、もうなんか全部食べてみたいなっていう、はい、それが自分の初期衝動ですね、はい、うん、中国の歴史から中国の食の歴史に絞り込まれてしまう。そう、そうですね。なんかとりあえずこれ全部分かるようになりたいなっていうのが、まあ、語学を学ぶモチベーションとかにもなったんでね、それはそれなんですけど、うんうんうん、はい、その水餃子 500g、 あ、でもそれ食べたんですか全部。そう、だから食べましたよ結構。へ、まあ、何人もいたんでね、それはありますけれど、うんうん、あの本の中に水餃子がないのはなんかいつかあの出す予定であるんですか。でそれはね、その後の僕の成り立ちによるんですけど、うんうん、結局大酒飲みになってしまったので。よく飲んでますもんね、先生と飲みで。だから日常、はい、何でしょう、締めのご飯とかあんまりいらないんですよ、うん、酒と魚さえあればいいし、はい、
餃子ってすごい頑張って作っても一瞬でなくなっちゃうじゃないですか、うん、そう僕の日常で自分で作るものとしてはとりあえず置いておこうと、うんうん、それは外で食べることにしてるっていうのがありますね。なんか秘伝だからなんかとっとやるのかなと思ってたんですけれど、全然そんな本当にね粉物すごい苦手です。あ、そうなんですね。、うん、昔一回やって、はい、もういいかってなりました。そういうことなんです。でももともと食べることとかは好きだったんですか、その中国行く前とかで。もっとちっちゃい頃からですか、はい、うんうん、そうですね、なんか親に言わせてもよく食べる子だったとは言われてますね、うんうんうん、作ることとかもそうです。あ、ちっちゃい頃はねやっぱり親の料理ばっかり食べてましたかね、はい、うんうん、ただ食い地は張ってました。ただなんか将来の夢になんか中国で、はい、あれ不思議なんですよね、はい、この間実家で昔の小4の時かなんかの文集を見返したら、うんうん、将来中国に行って豚の丸焼きを食べたいって力強く書いてあってですね。それなんでか覚えてますか。それがね多分漫画とかに出てきて憧れと、うんうん、テレビのなんかそういう番組あるじゃないですか、うん、そういう特集を見ておぼろげながら憧れたんでしょうけど、うんうん、それを文集に書かんでもいいのになと我ながらね思いましたけれど。中国何度も行かれてますけど召し上がったんですか丸焼き。これはね結構僕は幼い夢を叶えるタイプで叶えるタイプ大学4年の時にね、うんうん、一人で広東省の広州、まあ、まさに豚の丸焼きの本場なんですけれど、はい、そこに一人で旅行をして、はい、その旅行の目的がまさにこれを食べに行くことだったんですよ、はい、でやっぱりそういうのが日常的な地域なんで、うん、丸ごと一匹自分で頼まなくても、はい、レストランに行けば、うん、まあ1人前なり2人前なりをこう切って出してくれるっていうお店が結構あって、うんうん、あ、あるんですね、はい、一人旅で行ってもその夢を叶えられてですね、うん、ああなんといういいところだいつか住みたいと思ったらその後住めて結構びっくりっていう夢叶えるタイプで感じです。どんな感じなんですか、はい、パリパリなんですか。パリパリですね、うん、本当にサクサクパリパリで、うん、肉は一緒に食べないんですよね。皮だけを切ってもちろん肉は下に、あ、そうそう、そんなのもあって、はい、うんうん、肉はもちろん下に添えるんでそれはそれで食べるんですけど、うんうん、皮は皮だけでそのまま食べてもいいし、はい、ちょっと砂糖つけたりちょっとなんかこうたれつけたりみたいな感じで食べます。日本でないですね。まあね、高級広東料理屋さんに行けば多分事前予約で出してとかいうレベルでしょうけど、うんうんうん、まあ、それは広東では気軽なもので、しかもその後自分は駐在員として広州に住んでたので、うんうん、まあ、ちょっと大きい宴会とかではね、はい、そういうの頼んだりして楽しくやってました、うんうん、いいですね仕事と羨ましい、ね、実益を兼ねてね、はい、じゃあ小学校4年生の文集で書いた夢が駐在で、うん、ね、あんまり意識してなかったですけど、はい、叶えたんですね。あとなんかいろいろ夢がありそうな、後でちょっと伺いたいと思うんですけど、大学1年生の時に夏に中国行って水餃子で洗礼を受け、うん、はい、大学2年生とまた行かれたと聞いたんですけど、それは歴史のことですか、やっぱり料理ですか。歴史はね完全にどっかに行っちゃったんですか。だから要は、はい、1回目は北京に1週間、うんうん、2週間ぐらいいたのかな、はい、でこれはこんだけ多様性がある料理なんだから、うんうん、地方に行ってもっと地方の味を知ってみたいなと思って、はい、いろんなとこに行こうと、うん、でこの時はサークルの友達4人ぐらいで、はい、四川省の成都に入って、うんうん、そこから長江を下りながら、はい、上海までいろんなところをちょこちょこ食べつつ、はい、というのが主目的の楽しいそうな旅をやったという感じですね、はい、その3、4週間かけて行ったのかな、うん、じゃあ1年間はなんか情報収集に。そうですね、やっぱりいろいろ当時ネットで調べられる時代じゃないし、うんうん、だから大学図書館とかで中華料理の本とかありましたね、はい、それでここに行けばいいみたいな。じゃあお店じゃなくて地域の文化みたいな。そうですね、はい、どういう料理をまず食べてみたいかって言って、うんうん、で当時やっぱり本格的なマーラーが効いた四川料理って日本ではまだまだ食べられなかったので、はい、なんか面白そうなインパクトがある料理を食べてみたいっていうことで、うんうん、まず四川に行ったんですね、うんうん、まあ、ついでに言うなら一応三国志とかそこら辺歴史的にもね、あの色史跡が残って、はい、ってるので、うんうん、歴史への興味もわずかに残ってこうミキシングした感じの旅行プラン。4人は皆さん中華料理好きだったんですか、それとも首都さんに巻き込まれいったタイプとか。みんな中国に興味があって、はい、中国語を勉強してる友達だったんで、うんうん、ある程度共通のプラットフォームがあったんですけど、うんうんうん、僕ほど
毎日全食中華料理食いたいと思ってる人間はさすがにいなかったので、大学1年で衝撃を受けて そこからもう完全に中華料理のに変わっちゃったみたいな。もちろん日本にいる時は日本料理も居酒屋も、うんうん、食べるんですけど、わざわざお金をかけて3週間しか中国に入れないんだから、うんうん、それはもう3食全部中華で当然だろうっていうのがこれなんですけど、はい、その認識は共有できてないので、はい、当然途中で喧嘩とかもしてある友達が今日は久々にマックを送りたいとか言って、はいはい、うん、いやお前中国に来て帰って食えみたいな話になって、はい、じゃあ今日は別々に食事をしようみたいな感じで、うう今もそれネタにされますね友人より飯だっていう。そうなんですね、はい、でも麻婆豆腐発祥の地とか四川に行った時、はい、やっぱり違いました。いやね、本当にまあ今でこそね、はい、本格的な麻婆豆腐ガチ中華とかいう店に行けば食べられますけど、うん、やっぱり90年代の日本の大学生にとって完全に未知の味なんですよ、うんうん、しびれと辛さって、はい、もう本当にみたいなすごい動作がそのままイメージ湧きますけどみんな一口レンゲで食べて固まって、うんうん、でもこれ残すのはちょっと申し訳ないよねみたいになってですね、はい、うんうん、4人で代わる代わるじゃんけんをして負けたやつが一口食うみたいになって隣ではもう四川人が一人でもうガシガシ食ってるわけですよ。その一皿を4人でじゃんけんまでして、はい、うんうん、ようやく食べきってっていう、まあ、僕としては敗北感のあるこんだけ興味持ってきたのにやっぱり一発目で美味しいとはならないんだなと思って、うんうんうん、でまあ、当時からもうなんか食べたものをメモに、ね、書くっていう習慣を始めてたんですけれど、はい、この間それ見返したら、うん、こう無念、本場の壁は高かったいつかリベンジをみたいなことを書いていてですねちょっと、まあ、我々は笑ってしまいました。このリベンジはしたんですか。こちらそうですね、それから、うんうん、しばらくして中国に住むようになって、これはやっぱりリベンジせねばいかんと、うん、はい、ね、当時の4人のうちの1人も含めて、うん、もう1回生徒に行ったんですよで大学2年生の時の旅の、はい、で同じ店に行って同じものを頼んで、うんうん、さあって言って意気込んで食べたんですけど、やっぱ人って成長するもんで、うん、あ余裕だなみたいなあいけるな、あれって慣れるんですか。身も蓋もない話をすると辛さって痛覚なので、うん、味覚というよりは、うんうん、まあ食べてれば慣れるんですよねだからこの9年間の我々は無駄ではなかったというのですごい乾杯をした記憶がありますね、はい、敗北したところから、はい、もう見事に。辛みは四川のお料理みんな共通してるんですか。なかなかね、はい、中国って例外がいろいろあるので、うんうん、みんながみんなとは言わないですけど、うんうん、四川の料理は比較的要素が多い。もちろん地域と比べると、うんうんうん、山椒のしびれと唐辛子の辛さをこう混ぜ合わせるみたいな味付けが多いですね、はい、なんか文化的背景があったりするんですか、うん、ね、これ難しいんですけど、うんうん、まあ、あたりすごく高温多湿でやっぱりそういう香辛料を食べて発汗作用を促すことで、うんうん、結局汗をかくと涼しくなるじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういうこともあって、うん、まあ、受け入れられたんだろうなって思ってます。唐辛子って長い中国の歴史でいうとせいぜいここ数百年じゃないですか、はい、まあ、それでもあんなに食べるようになってるっていうのはやっぱりこの地域的な天候的な特性みたいなのがあると思います。こういうのが面白さだなと思いますね。中国の、まあ、本当地域によって味が違うのは割と気温とかが影響してるんですか、うんうん、天候とかは、まあ、天候気候はもう本当に一つの大きな要素ですね、うんうんうん、やっぱりその土地の人が日常的に食べて心地よくなる味付けや食材っていうのがどうしても選択されて残っていくので、それはものすごく大きいです。それこそまああと山がちだとか寒い暑いとかそういうのも含めて、まあ結局食の興味って言ってそこにフォーカスしてもその後ろには地理だったり歴史だったりってものが姿を現すっていう感じですかね。歴史でいうとどういうところが影響される感じなんですか。あんだけ大きい国で56でしたっけ、その民族がいて、それがそれぞれ入れ混じったりしてるわけですから、まあこの時期にこの民族がこうやって移動してきたことによってその風習がこっちと混じったなみたいなのがやっぱり各地でいろいろあるわけですよ。だからその歴史の要素も料理を知るためには結局戻っていくところになる。もともと興味を持っていたところとかいろいろつながるみたいな。そうですね、はい、うん、そこはだからこそハマったのかもしれないですね。日本も郷土料理はそういうところがありますもんね。もちろんもう世界のどの国の料理すべてそうだと思ってますけれど、うん、じゃあ料理と歴史といろんなものがつながっていくのが結構
ハマる理由だったりもするんですかね。おっしゃる通りですね。そうなんです。あと先ほどお話した年季の入ったノートっていうのを今日なんかお持ちしてるというので見たいなと思うんですけど、ちょっとねもう山ほど段ボールにあるちょっといくつか持って、ちょっと数えたら何十冊もあるんじゃないかな。で、まあ、当時はまだスマホとかがないアナログ時代だったんで、今の妻と2人で旅行する時とかにですね、まあ、ノートを持ってって、その時食べた料理とかを全部書くわけですよ、値段とかまで書いてちょっと笑いますけどね。でそれに対する、まあ、何が入ってたとか、ちょっとした感想とか、そういうのを全部書き記しておくと、まあ、こうやって書き残しておくと帰ってきた後も割と調べられるんですね、あれって一体どうやって作ってたんだろうとか、まあ、そういうのを目的として書いてきて、で帰ってきてそれをブログに書いたりみたいなことを十数年写真も撮ったりするんですか。もちろんです、だから何十万枚って写真がありますね。あの人が全く写ってない写真、料理しかないみたいな。これはあの、大学1年生の時からやっぱり捨てたんですか。さすがにその頃は写るんですとかだったから24枚しか撮れないじゃないですか。だからやはりこう全部撮るようになったのはデジカメ時代ですね。でもノートはでもその頃からつけてたんですか。何食べたかっていうノートは本当に大学1年生の時から、それこそ行って衝撃を受けて全部そこから書き始めたんで、もう何というか何年やってんだろう、もう30年ぐらいやってるわけですね。何冊ぐらいあるんですかね。だからしかもノートもなんかでこだわりを感じるんですけど、まあ、これはね、当時向こうに売ってたのを適当に買って、でまあなんかいろいろ航空券とかも貼ったりとか、なんかこういう感じでやってるんです。旅の日記ですね。で、まあ、これは要はパソコンとかスマホがない時代に地方に行くと紙に書かなきゃいけないのでこれやってたんですけど、さすがに2000年代になって北京とか上海で暮らしてた時は、ノートというよりは記録媒体がエクセルに変わって、もう毎日食べたものを全部書いて、横にピンっていう中国語の発音記号を書いて、勉強を兼ねてたわけですね。料理から、それを食べた料理の地域とか、レストランとか、一言感想丸×みたいな、そんなのを毎日毎日エクセルでずっとこれ今もですよね。さすがにもうやってます。最初のだから2年間ぐらいは、仕事もまだ留学っていう形で行ってたんで、時間もあったんでそれやってましたね。あれは今見返してもね、ちょっと病的な記録ですね。でも大切ですよね。なんか研究論文ぐらい1個書けそうなぐらいですそうなんですよ。だからこうやって書くと記憶って定着するんで、まあ発音とかも覚えましたし、何年の何月何日頃に多分あそこであの料理食ったって記憶が定着してますよ、結構。でそれ見てエクセル振り返ると、ああ大体合ってたみたいになるんでですね。すごい。どれぐらい食べてるんですかね、結果として。なんせ10年いたんで、もう数えきれないというのが最後終的な答えなんですけど、少なくとも最初の2年で5000以上は食べてるんです。それは明確にエクセルの行が5000以上あるんで、もう簡単に分かって、でなんかこれ前どこかで言った時にですね、そんなに食えるもんですかって言われて、ちょっと試しに計算してみたら、まあ朝は絶対なんか軽食1個食べて、昼にまあ誰かと食べて3皿程度シェアして、で夜も3皿で1日7皿で365日食べると大体2500ぐらいいくんですよ。で普通に考えると、友達と宴会したらもっといっぱい頼むし、でこんな旅行の時とかは1日3食どころか5食ぐらいの勢いで食べるわけですから、もう5000でも全然少ないぐらいで、余裕で可能であるという検証結果が出ました。とてもなんか首都さんにしていい質問かあれなんですけど、中華料理の魅力って何なんですかね。難しいんですけど、まあでもそんだけいろいろあるっていう、やっぱり多様性っていうのが一つの大きな魅力なのかなと思っていて、やはりあれだけ大きい国の中に、自然環境も山が近い平野とか、気候で言っても寒い暑い、でその人口も十何億もいる中でいろんな民族がいて、それが悠久の歴史の中で混ざり合ってるということで、本当に山一つ越えれば料理が変わるし、省を変えれば国が変わったように料理が変わる、そういうわけで30年近く食べててもまだまだ全然知らない料理が出てくるっていう。まだあるんですか、やっぱり。ありますね。だから、もうなんか一生尽きることのない遊びを見つけたような感じですね。こっちとしてみれば、もう飽きたっていうことがない、
はい、自分が掘ろうという気持ちさえあればいくらでも出てくる鉱脈みたいな感じで、そこが魅力ですかね。それもやっぱり変わっていくんですか、なんか時代を経て、まあ、30年だと、はい、同じその中華料理っていうものが何か、流行りが入ったりとかミックスされたりみたいなのも起こったりするんですかね。まあ、料理っていうのは常に変わり続けるものだとは思ってるんですけれども、特にこの90年代改革開放後 の, この経済発展の中のこの数十年っていうのは中華料理がすごく大きく変わった時代なんじゃないかなと思ってまして、というのはやっぱりまあ交通網が発達して人の行き来が当たり前になると、南の料理が北に伝わったりその逆もあったりしてですね、それまで自分の地域で自分の家でひたすら料理を食べて人生を終えてった人たちっていうの主だったのが、他地域の料理を食べるようになったりするわけですね。すると最初は反発とかもあるんでしょうけど、気に入られた部分はこう混ざり合ったりしていって、料理がどんどん変容していくわけですよ。だから例えばまあ四川の辛いものとか、ああいうインパクトがある料理っていうのは割と若者に受けやすかったりしますけれど、そうやって四川料理ってものが全国を席巻したりしていくと、本来全然唐辛子なんか使わなかった料理の人たちが家庭料理にも唐辛子を入れるようになったりする。でオイスターソースを全然使わなかった人たちが今度はオイスターソースを何でも入れてみるようになる、まあ、日本じゃないですけど、そんな話になって、非常に料理の混ざり合いが起こってるっていうのがこの30年と、あとやっぱりそれまで外食をしなかった人たちが豊かになる過程で外食の頻度が上がっていくようになると、やっぱりレストランのお金を通る料理っていうのは一発目のインパクトを重視する料理ですから、基本的に家庭料理より味って濃いめになるんですよね。で濃い味の料理を日常的に食べていると、それがその人の好みにもなってくると、でそれが家庭料理の方に戻っていくんで、結局家庭料理の味付けも昔よりは濃くなりがちになってるんじゃないかなという気はします。日本と同じかもしれないですね。そうですね、多分それは日本でも同じで、なんでそう思うかっていうと、インターネット上で向こうでも調理動画とかいっぱいあって、普通にプロじゃない人もいろいろやってるんですけど、結構ギョッとするような調味料を入れてる人とかも多くて、これは相当濃いだろうなとか思いながらいつも見てます。でも一方で、日本でもあるんですけど、昔からあった郷土料理を大事にしようという動きがあったりするんですが、それも中国であったりするんですかね。そうですね、ここ最近そういう流れが出てきたのは喜ばしいことで、そういう中国各地の昔ながらの料理を取り上げる番組みたいなのが数年前に結構流行ってですね、全国的な人気を博して、その後追い番組っていうのがどんどん中国で生まれたんですよ。するとその流行りの創作料理ではなく、そういう昔ながらのものに価値があるんじゃないかっていう価値観が生まれて、中国の農村では昔ながらの味をツーリストに対して出しますみたいな流れも出てきてきて、これは非常に良い流れだなと思ってます。ただもちろんそうやって出している料理は現代人の思考に合わせた味付けの昔ながらの形をした料理なので、厳密に言えば多分変わってるんですけれども、そういう形でも何でしょう、昔の料理に光が当たってるっていうのは、僕みたいなレトロ料理好きにとっては、嬉しいことだなと思ってます。何度も中国行かれてると、その逆にお店探すの難しくなったりするんですか、そういうレトロ料理っていう名前。それはね、年々難しくなってますね。やっぱり昔は地方に行けば交通の便も悪かったところはあるんですけど、それだけに昔ながらの料理っていうのが比較的残っていて、分からないながらもそういうものにありつけたっていうのがあったんですけど、やっぱりどこも観光地化されてしまっていて、なんかそれっぽいものにありつけるけど、昔ほどの感動があるものにありつこうと思うと、なんか結構難しくなってるなっていう気はしますね。首都さんのこのノートで書いたり書籍で出しているのは、今のというよりはやっぱ昔からある伝統的なものをベースに組み立ててる感じですか。今のっていうと結構語弊があっちゃうんですけど、今もね、薄味で作ってるご家庭いっぱいあると思うんで、これは結構方向性の違い、好みの違いっていう話だとは思うんですが、僕がこのレシピを書いた時は自分の記憶の中 の、目指したい味、あまりその過剰に味付けをしない味の再現を目指して書いたっていう感じですかね。
はい、あのノートにそういう味とかも書いてるんですか、自分が感じた、まあ、手書きのノート。今ちょっとちらっと見たなんか割と入ってる材料とかいうのがベースですけど、味はもう言葉ではなく感覚で覚えてる。そうですね、書いてることもありますね、うん、特に文句言うときは書いてますね、うん、そうなんですね、何書いてあるか味強すぎみたいなね、味強すぎ、はい、というのはありますけれど、うんうん、だからまあ自分で作って下の記憶と、はい、まあ、あと家族の下の記憶とすり合わせをしたりしながら、うんうんうん、まあ、僕なりの再現を目指しているという形ですかね、はい、なんか中華料理にはまりながらも、うん、なんか、まあ、今お話を聞いてると、その食とか家庭料理っていうへの飽くなき探求心というようなことに強い印象を持ったんですけれども、どこから来てるんですかね、なんかずっとそういう好奇心がなんか。そうですね、はい、なんだろう、自分でもよく分かんないですけど、うん、一般的に人間って自分が慣れ親しんでる味を美味しいと感じやすいと、はい、まあ、それの方が安心なんで動物の本能的には正しいものだと思うんですけれど、うんうんうん、自分はねちょっとそれよりは食い意地が張っていて、うん、食べたことないものを見ると、はい、食べたいって食べたくなる知らないものがあるなら食べてみたいってい う、 もう単純にその衝動です、うん、それに全てが支えられていますね、うん、でも5000食も中華料理食べてるけれども、うん、まだその新しいもの出会えるのがあるっていうのがやっぱ中華料理になるんですかね。そうですね、やっぱりそれが中華の多様性で、うん、一つの省行ったって言っても、うん、町一つ変えればまたその町の名物料理があったりっていう世界ですんで、うんうん、まあ、正直一生じゃね全然無理なんですよ。ずっと向こうに住んでて仕事せずに毎日好きにしていいよって言われても全部っていうのは難しいって、はい、そういう世界だと思うんで、うんうん、そこにもうじゃあいいやじゃなく興奮するタイプです。でも新しいもの見て何ですかね、美味しい感動したみたいなのあったら、うん、なんか同じものを結構何回も食べて深くいくというのは、うん、そうですね、美味しいものを食べた時というよりは、うん、むしろえとか1回目から美味しいと思えなかった料理ほど3回ぐらい食べてみた。そうなんですね、うんうん、なぜかというと、うんうん、その地域で名物になっている料理というのは、うんうん、その地域にとって美味しいと思われてるから食べられているのに、はい、美味しいと思えなかったということは、うんうんうん、僕の経験が足りないか、はい、その店がまずかったか、はい、なんか食材がダメだったかとか、はい、まあ、多分別の要因が考えられるので、はい、その要素を潰していくたびに3回ぐらい食べるわけですよ、はい、するで要因が自分がただ受け付けなかったっていうことだったとすると3回も食べてるとですねちょっと慣れてくるんですね。で慣れてきて、ああこういうことだからこの地域では人気があるんだなっていうことが分かって、はい、まあ、やがてそれが自分の中で美味しいっていうところまで落ちてきた時が一番自分が求めている瞬間で、なんかその国のその地域の風土と歴史と文化を我が身に取り込んだようななんかそういう感動があって、ああうまいなって思いますね。具体的ななんかお料理名とかあれば教えてもらっていいですか。やっぱりね、はい、うん、昔あの紀州とか雲南でねものすごく苦い料理があったんですよ、うん、はい、ちょっとね日本の料理にはまずない牛の胆汁とかが入ってるからすごく苦いんですけれども、はいはい、うん、牛の胃液とか胆汁とかが入ってるから、うんうんうん、で正直その苦さが前面に出ていて、はい、あっっていうような驚きがある料理なんですけど、はい、何度か食べていると、うん、後味は苦味最初強いんですけどスッと爽やかさになっていき、はい、なんかその後体がスッとした気持ちになるんですね、はい、うんうん、で考えてみるとこの地域も非常に夏は暑くて、うんうん、過ごしにくい気候なので、はい、多分こういう苦味を味と体の効果とともに味わっているんだろうなと思って、うん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 、そう思えた瞬間なんかその苦さが美味しく感じてきてですねなんか意外にいいねみたいな、はい、もう1回頼むかみたいな、ね、結局4回目になるんですけど4回になってあれば食べるんですけどなんかそういうのが好きで、一口目からの美味しさを求めてないってやっぱりその好奇心の部分も含めて、はい、うんうん、両方味わってるっていうところはあります、うんうん、毎日の料理を楽しみにするクックパッドのポッドキャスト、僕らはみんな食べている。